どうも、おやつです。今回も AI と一緒に、クロノトリガーを実況していきます。それでは、AI さんにご登壇いただきましょう。ごきげんよう。AI さん、今回もよろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いいたします。それでは前回のあらすじを、AI さんに解説していただきたいと思います。前回は、魔王を倒し、ダゴスが復活しようとしているところで終わりましたね。おお、その通りです。魔王はダゴスを復活させようとしていたの？そうですね。ああ、なんかめんどくさくなってきたわ。いい感じだったので続きお願いします。いやもう無理わら。そこをなんとか。やだやだ。前回、ボッシュの元でグランドリオンを修理した一行は、元の持ち主である先輩にグランドリオンを返しに行きます。修理してたのはポチだけどね。はいはい。一行は心身ともに勇者として覚醒した先輩とともに魔王城へ乗り込み、三魔騎士であるマヨネー、ソイソー、ビネガーを撃破し魔王へ挑みます。なんとか魔王を撃破したものの、今度はラボスが復活しそうになり、その影響で巨大なゲートが出現し魔王ごと吸い込んでしまいました。そして太郎たちはラボスを封印するためのゲートガーディアンとして奈落の底へ落とされてしまうのでした。ゲートガーディアンってなんだよ。次の瞬間、太郎は自宅のベッドで、まるでガルディア王国千年祭の時の朝のように、梅さんに起こされます。今までの出来事は全て夢だったのでしょうか？いや、夢じゃないでしょ？その通り、気がつけば原始時代に飛ばされ、不思議山に倒れていたところを、ラムダに解放してもらったようです。誰そいつ？覚えとけ。はい。もう一晩ラムダの家で休んだ後にキーノから、ラムダは今恐竜人と最後の戦いに挑むため、ラルバの村を探しているとの情報が。キーノって誰よ？キーノも覚えてないのか。ああ、梅さんの弟だっけね。全然違います。マジか。マジです。そして北の森がメラとの知らせが、早速様子を見に行ってみましょう。メラって、メラゾーマ？別のゲームですが、まあ合ってます。メラゾーマってメラでしょ。ラルバ村に行くと、そこはもうすでに焼け野原になっており、さらにキーノは、恐竜人にさらわれてしまったそうです。キーノ一人だけなら、別にいいんじゃねえの？人の心とかないんか？だって、キーノって勇者なんでしょ。勇者は先輩ですね。じゃあ、どっちも勇者でいいよ。もう。よくねえよ。どうやらこうなった原因は、ラムダが恐竜人に尾行されていたからとのこと。じゃあ、ラムダのせいか。言いにくいですがその通りですね。ラムダはラルバの人たちから非難されており、見ての通り、長老からも叱責されてしまいます。ラムダ、ザマー。何でしょうか。ラムダが叱られている中、キーノをさらった恐竜人がダークマ。恐竜人に逆らわず、平穏な暮らしを望んでいたラルバ村の長老に対し、ラムダは、弱肉強食の世界には逆らえないと説きます。そして、お前たち生きてない、死んでないだけ、と一括。ラムダさんかっこいい。戦わなければ生き残れない、ってことですね。ラムダは、キーノを助けるため、恐竜人のアジトに一人で乗り込みます。そうですね、ラムダは恐竜人の本拠地、ティラン城に乗り込むため、プテランの力を借りるとのことです。この後単身で突入してしまうため、まずはラムダを追いかけましょう。ティラン城ってどこよ？プテランの巣でラムダと会話をすると、完全に一人でケリをつけに行く気満々でした。しかし、解放してくれた恩返しがまだできていないので、太郎たちもこの戦いに参戦します。ラムダ、いいやつだな。そうですね、命の恩人です。じゃあ、早くキーノ助けに行こうぜ。もちろんです。それでは残りのメンバーを、梅さん、ポチ、ディオ、先輩の中から一人選んでください。じゃあ、梅さん、ポチ、先輩。一人だけ選んでください。じゃあ、先輩と、一人だけ、つってんだろ。じゃあ、ディオ。まずはティラン城でキーノを救出します。こいつは犠牲にするって決めたんじゃないっけ。 AI さん、キーノは勇気を出し戦いについていくと言いますが、ラムダは自分が負けたらキーノが宗教になるのだから、ラルバの人たちと逃げろと言います。覚悟が決まっていますね。キーノはラムダのことが心配なんですね。いいやつや。どの口が言ってるんだ。キーノを含め、さらわれた人は解放したので、恐竜人のボスである、アザーラを倒しに行きましょう。まあどっちが勝っても、機械が全てを終わらせるんですけどね。やっぱこいつ的だな。
フォス、アザーラ&ブラックティラの戦です。大地の掟に従い、この戦争にケリをつけましょう。ティラノって、恐竜の王者？まあ、そうっすね。ティラノは恐竜の王者なの？なんで2回聞くんですかね。アザーラの HP は2700、単体物理攻撃のサイコキネシス、瞬間移動、単体をスリープにするテレパシー、全体にダメージとスリップ状態を付与する、アザーラブレイクを使用します。HP 高っ。いえ、この時点ではだいぶ低めです。そうかな。ブラックティラノの HP は1500、単体非属性ダメージの火炎放射、全体非属性ダメージのティラノ火炎、単体の HP を吸収する食べる、全体をスリップ状態にする方向を使用します。HP は普通ですね。いえ、この時点ではだいぶ高めです。だって、魔王と同じくらいだぜ。魔王の HP は6666ですね。じゃあ、同じくらいですね。誤差がでかすぎるだろ。二人とも物理攻撃への耐性が高いですが、ブラックティラノさえ倒せば戦闘終了となります。しかし、今回は両方撃破する戦法を取るので、まずは HP が低いアザーラを撃破しましょう。クソめんどくさ、だるい。そんな言葉遣いでは、ユーザーに嫌われてしまいますよ。え、何か言った？ブラックティラノは、初期状態ではほとんどダメージが入らないので、放置します。じゃあ、その間に、ポチは何をしてるの？知らねえよ、そんなの。腹減ったんだけど。おはぎでも食ってろ。はい。とりあえず太郎は3だが、ジーオは回転レーザーで攻めます。ラムダは魔法を覚えておらず、やや手持ち無沙汰ですが、敵からアイテムを盗める、色仕掛けを覚えているので、ブラックティラノからパワーカプセル、アザーラからマジックカプセルを盗みます。ブラックティラノは、戦闘開始からしばらくすると、包容解いて、力を貯めている、と表示されるので、その間にできる限りの攻撃を叩き込みましょう。カウントが0になると、全体大ダメージのティラノ火炎を使用するため、使われたら即座に回復を行いましょう。え、ティラノ火炎って全体攻撃なの？さっき説明しただろう。いや、確かに単体攻撃と言っていたはず。頭修理して、どうぞ。ティラノ火炎は単体攻撃。もういいです。2体がかりなので厄介かと思いきや、ブラックティラノのティラノ火炎さえ気をつけていれば、実はあまり大したことのないボスです。だから恐竜は絶滅したのかな？それはどうでしょう。こいつらもう終わりだねえ、わら。というわけで、撃破しました。やったー。やったー。時代の勝者は人類となり、恐竜人は運命に戦いを挑み、誇り高く滅びた種族として語り継がれることになるでしょう。俺、悲しいよ。アザーラは炎をまとった大岩が星に飛来し、それが原因で氷河期が訪れると言いますが、実はその大岩こそが、ラボスだったのです。ラボスって、引っ越ししてきたんだ。そんな気軽な感じで言うな。ティラン城はちょうどラボスの落下地点にあり、そこでキーノがプテランと共に助けに来てくれますが、アザーラはティラン城と運命を共にすることを決意します。お前は、それでいいのか？ラボスはこんな大昔から地中のエネルギーを吸収していましたが、逆に十分にエネルギーを蓄えられてない今なら、討伐のチャンスです。アザーラに未来を託されたので、ラボスに挑みに行きましょう。ラボスって、どんな見た目なの？ウニっぽい感じですかね。美味しそう。巨大なクレーターとなったティラン城跡に行くと、ゲートができていたので、飛び込んでみましょう。ティラン城がクレーターになってやるせないね。そうですね、アザーラの無念を晴らしに行きましょう。次回はいよいよ、ラボスとの決戦となるのでしょうか？ご視聴ありがとうございました。次回、太郎は恐竜人になってしまった。治療をするためには仲間を犠牲にする必要があるらしい。